すごく本当飛び入りみたいな感じで我々のネバネバ温度これから歌わせていただきます。2019年茨城県のね国体ありまして、みんなで踊ろうネバネバ温度隊っていうものがね、やりましたね。茨城夢国体の障害者スポーツ大会のオープニングでやるはずだったんですけれども、台風で中止になってしまって、たくさんの皆さんが ね踊ってくれる、メンバーの中にいるんですけども、約400人ぐらいいらっしゃったんですよね。そうなんです。だってあの天正女人の野口さんなんて次の国体に出るって言ってたんですけど、次の国体の時おそらく130歳ぐらい、すでに人間じゃない年齢で出る。あの時ねやっぱ野口さんどう見ますか？天正さん、はい、ここにいます。あ、いました。野口さんセンターじゃなくていいんですか？大丈夫ですか？大丈夫ですね。あの時に本番ができなかったので、みんなに会わずにね終わってしまった、なんか中途半端になってしまったんで、ここで本当にね皆さんにこの場をお借りして本当にありがとうございます、ありがとうございました、伝えたいなと思いました。はい、じゃあ行きましょうか。どんどん進めましょうか。はい、よろしくお願いします。お嬢さんお願いいたします。それではネバネバ運動よろしくお願いいたします。皆さん少し離れましょう。くっつきすぎです。ぶつかりますよ。離れましょう。だから真ん中にありますけど大丈夫ですよ。
なかなかこの年代の人はこんな格好しないですね。直れ直れ